本校では日本国内におけるラグビーユニオンについて記述する。日本においてラグビーユニオンは人気スポーツである。日本のラグビーユニオン登録選手数は世界第11位、総競技人口は第6位であり、100年以上の歴史を持つ。日本には約11万人のラグビー選手2929 29の公式ラグビークラブがあり、ラグビー、 日本代表の世界ランキングは第8位である。日本式故障は、東急であるが、かつては、羅式集休とも呼んでおり、早稲田大学ラグビー集休部は当初、羅式集休部だった。日本で、サッカーが行われると混同を避けるため、ラグビーの故障が定着した。単に、集休と呼ぶ場合、昔はラグビーを指したが、サッカー人気が定着してからはサッカーを指すようになった。 日本におけるラグビーユニオンは日本ラグビーフットボール協会によって統括されている。日本ラグビーフットボール協会は1926年11月30日に公式に設立され、1987年ワールドカップの直前、1987年に国際ラグビー評議会の正会員となった。また、アジアラグビーフットボール協会の創立メンバーである。 1874年、横浜でのラグビーの試合多くの西洋の習慣と同様にラグビーフットボールは日本に素早く伝来した。アメリカ合衆国が日本の開国を訪韓外交で迫ってから30年も経たないうちにラグビーは外国人により日本でプレーされラグビーが伝わると日本人はすぐに取り入れた。日本人の一部はラグビーの中に 武士道を見出し、ラグビーの試合の価値を重んじた。日本で記録された初めてのラグビーの試合は、1874年に、イギリスの船員によって、横浜で開催された。試合は、横浜で開催されたり、神戸のようなその他の条約校で、長期滞在外国人と立ち寄った船の乗組員や、守備隊などとの間で行われたが、日本人が参加することは、ほとんどなかった。 日本人初のラグビープレイヤーとして記録に残っているのは菊池大六で英国留学中の1872年にユニバーシティカレッジスクールにてラグビーの試合に出場したことが文献に残っている。日本に公式にラグビーが紹介されたのは1899年横浜生まれのエドワード B ・クラーク教授と 田中銀之助によって慶應義塾大学の学生に紹介された時である。クラークと田中は共にケンブリッジ大学の卒業生であった。日本のラグビーは1920年代にようやく成長し始めた。クラークは慶応大学で1899年から1910年まで英語を教えラグビーをコーチした。その後、右足の怪我により、 プレーを断念せざるを得なくなった。クラークは夏の後や冬の後の日々に屋外で若者がすることが何もないように見えた。冬の野球はまだ行われておらず若者たちは時間と素晴らしい屋外の天気を無駄にしてブラブラしていたため彼の生徒たちに何か建設的なことを教えたかったと述べている。日本ラグビーの父の一人である田中銀之助1901年。 慶応義塾大学は、横浜フォーリーナーズと対戦し35対5で敗れたが、これによって、ラグビーにおける人種の壁が壊された。クラーク教授はこの試合でプレーし、オ田と呼ばれる生徒がトライを決めた後に、クラークはコンバージョンを成功させた。日本ラグビーフットボール協会は、この頃に、ザラント・オブ・ザ・ライジング・スクラムと呼ばれるパンフレットを、出版し、皇室は、 長年ラグビーの熱烈な支援者となっている。慶応義塾大学ラグビー部は1909年にラグビーを紹介する書籍を出版したが、法学者、田中水一郎は序文に、ウェールズ議員全部を率いているロイド・ジョージが、英国大ラ総裁の要職を占めている時に、日本に紹介されたのは偶然ではあるまいとの胸の所簡を述べている。20世紀初頭における、 日本ラグビーの成長は天文学的であり、1920年代には1500近くのラグビークラブがあり、6万人以上の選手が登録されていた。この人数はスコットランド、ウェールズ、アイルランドを合わせた選手数よりも多い。明治大学、慶応義塾大学、早稲田大学は日本におけるラグビーの中心となり、 慶応と早稲田の対抗戦は1924年から毎年開催されている。同志社大学と早稲田大学は1923年に初の大学間の試合を行った。今でもこれらの大学はラグビー競合校である。このように極めて素晴らしい模様にもかかわらず、日本のラグビーは極度に孤立しており、 初めての当該への遠征は1930年代まで行われなかった。日本及びカナダは主要な伝統的ラグビー国以外の国として初めて遠征を行った。日本は1930年にカナダブリティッシュコロンビア州に遠征し、カナダは1932年に日本へ遠征した。カナダは日本で行われた6試合のうち5試合に勝利したが、 1932年1月31日に2万5000人の監修の前で行われた日本代表との試合では38対5で敗れた。カナダチームは貿易代表団によって呼び寄せられていた。カナダ人たちは、この敗戦について、度を超えた娯楽、短い期間に試合を行いすぎたこと、集った日本の貴族の前で、日本人が飛び抜けて素晴らしいプレーをしたせいであるとした。 1934年、オーストラリアの大学チームが日本に遠征し、2万人を超える監修の前で慶応とアッセダに敗れた。昭和天皇の弟である、秩父宮洋人親王は熱心なスポーツマンであり、日本におけるラグビーの振興に尽力した。第二次世界大戦後、秩父宮洋人親王は、多くの競技団体の名誉総裁となり、スキーやラグビーユニオン、 その他のスポーツの振興に尽力したことから、スポーツの宮様と呼ばれた。陽筆都市新納は、ヤルフ会長の香山シュゲルが長い航海から帰国し、陽筆都市新納にラグビーを売り込むことができるようになった後、ラグビーに転校した。陽筆都市新納は、オックスフォード大学、モードリンカレッジに通ったが、大正天皇の崩御により、 日本に帰国したため、一期しか滞在しなかった。日本で、慶 o 対早稲田の試合を見て、洋糸志新王の興味は、さらに強くなり、1926年にアルフの会長となった。洋糸志新王の死後、北青山二丁目にある、東京ラグビー競技場は、秩父の宮ラグビー場と改称された。ラグビーユニフォーム姿の洋糸志新王の像が、競技場に建てられた。 1930年代終わりと1940年代初め、体制翼3回は特に外国的と見られたため、皇族はラグビーを支援し続けていたにもかかわらず、ラグビーに対して敵対的な傾向にあった。その結果、ラグビーは、東急と名称を変えることになった。第二次世界大戦の結果として、多くの日本人選手が亡くなり、 競技施設のほとんども爆撃によって破壊された。しかし、ラグビーの試合は、戦時中も軍隊によって競技場が接収され、選手の死亡により試合が不可能ともなった1943年まで続けられた。日本のラグビーは、施設への甚大な被害や多くの選手の死にもかかわらず、戦後驚くべき速度で復興した。 戦争終結後1ヶ月も経たない1945年9月、北海道におけるラグビー選手の募集広告は、なんとか15名未満の人数を呼ぶことができた。1945年9月23日、戦後初めての学校対抗戦が、京都で行われた。神戸成功所はラグビーが、労働者の規律を高めると考えたため、 1945年の終わりの社員へラグビーへの参加を後押しした。これは後の日本ラグビーへの企業の深い関与の先例となった。1950年代、イングランドの主要な大学チームの2つが日本へ遠征を行った。オックスフォード大学は1952年と1956年に日本遠征を行い、 ケンブリッジ大学は1953年に遠征した。1959年には合同のオックスブリッジチームが遠征を行った。この時期にジュニアオールブラックスも遠征を行った。1968年、日本はニュージーランド遠征でジュニアオールブラックス日本連敗の後23対19で勝利したが、その後5連敗した。 1971年、イングランドが日本に遠征した。今野茂は、日本人選手に高さが欠けていることが問題であったと認めたが、それにより、ボールを拾い上げやすく、スクラム内でまとまりやすく、一般的により素早く動き回ることができる。これは、我々の強さであり、我々は、そのようにプレーしなくてはならない。と述べている。 ラグビーフットボールユニオン100周年の年である1971年9月29日、早稲田大学の大西哲之介教授が監督を務めた。日本は東京でイングランドにわずか3対6で敗れた。日本による初めてのグレートブリティン遠征は1973年であった。 日本の厚い選手層にもかかわらず、日本の土地の狭さから来る競技場の欠如という大きな問題があった。そのため、競技場は午前6時から夜遅くまで使用されることもあった。また、日本のラグビーには暴力や暴行がないという美点もある。1975年、自衛隊内で行われた試合が手に負えない状態になり、両チームとも解散。 隊長は処分を受け、選手は全員無期限出場停止になったという逸話が残っているが、おそらくそれ以降大きな問題は起きていない。日本のチームはスピードと基地に富むことで知られているが、南半球やヨーロッパの選手と比べた体の小ささによって不利な立場となることがある。しかしながら、これは日本の食事が魚の代わりに肉の量が増えてきて、 より西洋の食事に近くなってきたことによって変化している。日本においてスポーツをする人々の像は比較的珍しいが国立霞ヶ丘競技場陸上競技場にはラグビー選手のスクラムの像がある。1983年10月2日カーディフアームズパークにおいて日本はウェールズとの試合で24対29の5点差まで追い上げ驚かせた。 1989年5月28日、秩父の宮ラグビー場で、宿沢博明がコーチを務めた日本代表は、ブリティッシュライオンズのオーストラリア遠征で、主力9人を欠くスコットランドを28対24で、初めて破った。当時の日本代表には、神戸成功の屈強なセンター平尾聖治ロックの大八木厚子と、林俊之がいた。 ナンバー8のシナリラとは、大東文化大学の4年で、ウィングのスピードのある、吉田義人は、明治大学の3年だった。残っている試合映像によると、スコットランドは信じられないな度のペナルティーを失敗し、寛大に提供された、キッキングティーを断っている。このチームとほぼ同じチームが、1991年、ワールドカップで、ジンバブエ代表に勝利した。 日本人は伝統的にラグビーユニオンにおけるアマチュアリズムの強い支持者であったが伝統的に日本のチームの多くは大企業によって運営されこれらの企業によって社員として雇用されていた選手はシャマチュアリズムとして有罪であったことは指摘しなければならない1970年代多くの外人が日本の企業チームでプレーし始めたしかし 日本のラグビーは前プロフェッショナル時代にこの点で決して孤立していたわけではない。この現象の主要な例は神戸成功でプレーしたワラビーのヤン・ウィリアムスである。ウィリアムスは日本で現地の賃金の2倍の報酬を受け取っていた100人の外人選手がいたと1994年に見積もっており実際に仕事をしていたのはそのうちわずか6人。 ほどだっただろうと考えている。つい1995年には、シゲ茂はイヤーブへの覚書において、我々の指示が守られているとは、断言できないと記している。ノーマン・ハドリーや、ジョー・スタンリーといった広範なトップ選手が様々な、日本企業の社員となっていったが、トンガ代表のシナリラプを含めその他の日本の国際的トップ選手は、最終的には、 日本代表としてプレーした。イギリスで教育を受けた、コンノ・シゲルは、日本の有名なアマチュアリズムの支持者だった。1990年代、アメリカ合衆国、カナダ、日本、香港、トンガ、フィジー、サモア、アルゼンチンによって艦隊併用、ラグビー大会の開催が検討されたが、200万ドルの資金提供元が見つからなかったため断念された。 ラグビーユニオンによる規則ではアマチュア競技であることが長らく定められてきたが、1995年にこのアマチュア宣言が撤廃され、プロもアーマーも認めるオープン化が宣言された。ラグビーワールドカップにおいて日本代表は過去すべてのワールドカップのアジア地区予選を突破しているが、本大会での成績は不振が続いた。 1991年に開催された第2回ワールドカップでアフリカ代表として出場したジンバブエに対する勝利が長らく唯一のものであったが第8回ワールドカップで南アフリカ代表を34の32で破り24年ぶりの勝利を挙げたほかこの大会では通算3勝を記録した日本のトレーニング方法は独創力よりも規立に 重きを置いていると批判されている。一般的な基本練習の一つは、ランパスである。これは、選手が、フィールドの長い距離を走りパスを交換する練習であり、しばしば1時間かそれ以上続けている。森吉郎元総理大臣と、ウラジミルプーチン大統領。日本の森吉郎元総理大臣も高いレベルの、選手でなかったものの早稲田大学でラグビーをプレイし、 ラグビーへの情熱を育んだ。2005年6月、森本総理大臣は、日本ラグビーフットボール協会の会長となり、森の強い影響力によって2011年、ワールドカップの日本への招致が期待されたが、開催地は2005年11月18日に、ニュージーランドに決定した。森会長はこれについて、英連邦の国々が、仲間内だけでパスを回すのかと批判した。 2019年ワールドカップはアジアで初めて日本で開催された。森会長は連立政権の多党との関係についてラグビーでは一人ではスターになれない。数とはみんなのためにみんなは一人のためにプレーするのだと述べている。詳細はラグビーワールドカップ2019を参照。2009年7月28日に ダブリンにおいて、イヤーブの特別会合が開かれ、2015年、ワールドカップ開催国と共に、日本が2019年ワールドカップのホスト国と発表された。日本のラグビーは、慶応義塾大学、同志社大学、早稲田大学、明治大学などの大学ラグビーの伝統校が、戦前から定期戦を行い発展してきた。近年では、関東学院大学や帝京大学などの、 新興勢力が伝統校に肩を並べている。また、関東の大学が地域の大学を、戦力の質、量、実績ともに圧倒している。もっとも、ラグビーはもともと九州で盛んで、全国社会人、ラグビーフットボール大会の初期の優勝チームは、九州勢が続いたという歴史もあり、高校ラグビーでは、西日本の高校が優勢であり、 西日本の高校出身の選手も多く出場している。日本選手権での対戦成績を見ても、実力では、社会人が大学に大きく、水をあけているにもかかわらず、社会人ラグビーのトップクラス同士の集客力は、大学ラグビーの人気カードに及ばず、日本ラグビー界の大きな課題となっている。日本対オーストラリア A。 チェリーブロッサムズと呼ばれる日本代表の国際ラグビー評議会による世界ランキングは第10位である。日本代表はワールドカップには1987年の第1回大会から途切れなく出場を続けているが、本大会では1991年にジンバブエに勝利して以降2015年に南アフリカに勝利するまで24年間勝ち星がなかった。 国際ラグビー評議会がプロを認めた1995年には、オールブラックスに17145の大敗を、喫している。また2007年のフランス大会ではオーストラリア、代表はラビーズに3-91という大差で、負けており、世界のトップクラスの国々とはまだ大きな開きがある。なお、第3回大会のオールブラックス戦での大敗を機に、 ラグビー人気は下火になり、それまで地上波で放送されていた国内の高ーカードも CS 放送でしか見られなくなったと指摘する声がある。ラグビーユニオンではアジアが相対的に弱いため日本は真剣な戦いをするために絶えず苦労している。その結果日本は板挟みの状態となっているアジアラグビーユニオンの小さな池の中の大きな魚であるが 国際ラグビーユニオンの大会の中では未だに小魚に過ぎない。日本代表は大抵ワールドカップのためにイヤーブ規則を満たした一人か二人の外国生まれの選手を補強する。この中でニュージーランド出身のアンドリュー・ミラーとアンドリュー・マコーミック、トイガ出身のシナリラトが最も成功している。2015年ワールドカップでは10人の 外国出身選手が日本代表としてプレーした。日本は1987年の第1回大会からすべてのラグビーワールドカップに出場している。日本は2019年大会のホスト国である。これまで8度の大会に出場している。かつては1991年大会ベルファストで祝沢博明の指揮の下ジンバブエに52の8で挙げた勝利が、 唯一のものだったが、2015年大会で、エディ・ジョーンズの指揮のもと、優勝2回を誇る南アフリカを34の32で下す世紀の番狂わせを実現させた。予選リーグ3勝1敗だったが勝ち点で、南アフリカとスコットランドを下回り、初の一時リーグ突破はならなかった。W 杯において3勝したチームが一時、リーグ敗退となるのは、史上初であった。 スーパーカップはカナダ、日本、ルーマニア、アメリカ合衆国の代表チームによって毎年開催されていたラグビーユニオンの国際大会である。以前はスーパーパワーズカップとしても知られており、現在はイヤーブ・パシフィック・ネーションズカップにとって変わられた。日本は2004年に大会を制している。イヤーブ・パシフィック・ネーションズカップは艦隊併用の6チーム、フィジー。 日本、西サモア、トンガ、オーストラリア英代表、ニュージーランドマオリが参加するラグビーユニオンの国際大会である。以前はジュニアオールブラックスが参加していた。アジア5カ国対抗はアジアにおけるラグビーの発展のために2008年に始まった新しい大会である。第1回大会の詳細は2008年アジア5カ国対抗を参照のこと。 2011から2012年シーズンから毎年巡回するラグビーセブンズ男子代表のイヤーブセブンズワールドシリーズに新たに創設されたジャパンセブンズが組み入れられる。本大会は第1回は3月と4月にまたがって週末に秩父の宮ラグビー場で行われる。 2003年、日本のラグビーユニオンの全体的な水準を改善するためにジャパンラグビートップリーグが設立された。これは日本初の全国的なリーグであり、プロフェッションに向かう第一歩だった。今までのところ、リーグは多くの近接した戦いや興奮する試合により成功しているが、試合の観客は一般的にそれほど多くなく根強い愛好家か企業の社員に、 限定されている。本大会はシーズンの最後にトップリーグのチームとクラブ選手権、優勝チーム、大学のトップ2チームによって行われる。マイクロソフトカップはマイクロソフトジャパンがスポンサーとなったノックアウト方式のトーナメントでトップリーグの上位チームによって行われた。全国大学ラグビーフットボール選手権大会は毎年開催される。 毎年1月から2月にかけて全国の地区クラブリーグ上位チームが参加してトーナメント方式で全国クラブラグビー日本一を争う。かつては優勝チームが日本選手権の1回戦へ出場していた。毎年12月に東西学生クラブリーグの王者が対戦し全国学生クラブラグビー日本一を争う。全国高等学校ラグビーフットボール大会は 毎年12月終わりから1月頭にかけて、東大阪にある近鉄花園のラグビー場で開催される。全国47都道府県の代表が争う。本大会は非常に成功した全国大会で1200を超えるチームが参加する。全国高等専門学校ラグビーフットボール大会は毎年1月頭に神戸市にある 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場で開催される。全国高等専門学校の代表12チームで争う。全国中学生ラグビーフットボール大会は毎年9月にミト市にあるケーズ電気スタジアムミトとミトツインフィールドの2会場で開催される。全国ジュニアラグビーフットボール大会は毎年12月下旬に 東大阪市の東大阪市花園ラグビー場、東大阪市多目的広場で全国高校大会の休養日を利用して開催される。2007年ワールドカップで日本と戦うオーストラリアチームスポーツとしてラグビーユニオンの人気は野球及びサッカーに話された第3位であり、現実はラグビーユニオン日本代表が国際舞台、特に ラグビーワールドカップにおいて継続的に成功を収めるまでは変わりそうにない。現在は、ラグビーユニオンは、地上波テレビチャンネルで滅多に見ることはなく、主に CS 及びケーブル配信チャンネルに限られている、ことから、成長が妨げられている。俳句では、ラグビー、ラガーは、冬の季語。山口聖子がラグビーを題材にした俳句を連作に、して読んだことから季語となった。 選手は、ラガーを、ラグビー選手の意味で使用したが後に、ラガーはサッカーに対応する語で選手の意味はないという、木崎国家の指摘を受けている。ラグビーは、日本の大衆文化で、時折言及される。10万人あたりの死亡事故確率は4.030人。2000年から2009年に、かけて、計12名が死亡している。ただし、 後遺症が残る障害事故は含まず、ありがとうございます。